こんにちは。そうそう、今日はね、前髪をあげました。ピンでバッテンにしました。ここは三つ編みをして見えるかな。ここを三つ編みしてピンでバッテンにしました。で、そして今日はすっぴんです。初めてかな、すっぴん。わかんない。かわいい、ありがとう。何もやってないと。かわいい、ありがとう。ナチュラルもいいね。まあ、たまにはナチュラルを。そう、なんか違うのはね、今日はすっぴんなの。あっちゃん、すっぴんも可愛いよ。ありがとう、嬉しい。こんなに褒めてもらえるとは思ってなかった。嬉しいよ。眉毛も、うん、何眉毛も何もやってない。本当にこれが自分の眉毛。すごい、私ね、眉毛が本当に濃い濃いからすごい嫌なの。自分のまつげ、まつげじゃない、眉毛。しかも私の眉毛本当につながってるから、あのちょくちょく剃らないといけないから、あのなんていうのかな、ずっと剃らなかったら本当にもうやばい、ここら辺ボーボー。なんかだから本当に頑張って剃ってる。今日は何してたの？今日はずっとゴロゴロしてました。テレビ見たりして、ゴロゴロ。ボーボーのあーちゃんを見てみたい。やだ、絶対見せないよ。やばすぎて見せらんないと思う。あ、そう、明日急遽前座出演することになりました。楽しみにしててくださいね。ちょっと頑張ります。声出るかわかんないけど、すごいカラカラになるもんね、歌った後。ちゃんと水分取らないと。明日昼公演行くよ。あ、嬉しい。あ、頑張ってね。ありがとう、頑張る。はじめまして、ありがとう。明日公園行く予定。あ、そうなの、よろしく。
明日行きます。お、やっと行く人多いね、嬉しい。え、私のペンラフってねぜひ、強制ではないけど、ちゃんと自分の推しがいると思うから全然それでいいんだけど、ぜひ私の青と水色を振ってください。できればファンサーしたいねうん、明日は青ちゃんに顔認証してもらいたいな。おう、じゃあね、私がいる時に来ないとだね。ちゃんといるっていうのを感じない、感じてちょっとよくわかんないけど1本しかないから買わないと。あー、そうだね、青と水色だから1本じゃわかんないね。グラデーションのペンライトあったらいいけどねそしたらねえ、いいよね1本でなんとかなるから1回顔認証してもらった時嬉しかった。え、ほんと？私も嬉しくなる、そんなこと言われると。え、嬉しかった？こんにちは青々でも大丈夫。あ、青々はヒロカッピだから それはなんか青々だとヒロカッピなんだよね。だからヒロカッピリフィオ、私じゃない どうやればいいんだろう。ない時って青々と見分けつく。そう、それがね本当にわからないんだよね。うん、本当にそうだけど頑張って見分けてる私は。でも意外とわかる、わかる、うん、青と水色青色、ああ発色いい水色のペンライトを探すねフ似た色問題あるよね。うん、同じような色がたくさんあるとちょっとね難しいね。ゆうはちゃんとペンライトカラーちょっと似てる。あー、ゆうはさんは水色だから、まあ確かに似てる。じゃあ似てますね。それも見分けがつくかは分からない。なんかコンサートだと多分見分けが全然つかないと思う。劇場はね、見分けて見やすいこんにちは。青と白も難しいよね。確かに青と白、うん、難しそう いつかソロコンお願いします。ソロコン、ソロコンってすごい夢見る。
ソロコンやば、したい、したいね、頑張るわ。昨日ヨドバシで15色の買ってきたいっぱいあるやつね、ヨドバシゆうはちゃんのもひろかっぴのもあおちゃんのものとして見ればいいよ私確かにその考えいいね。そしたら私のペンダの人がいなくてもなんか悲しくならないみんな私のペンライトって思ってれば、あ違う、似てる人をペンライト、私自分だって思ってればいいんだね。そしたらたくさんたくさんポジティブそう、ポジティブにいかないとね、ネガティブはダメだよ。うん、ポジティブにいかないと。メンバーが前を向いたら全て俺へのレスだと思ってるから、それと同じことそうだそうだ、あーちゃんの笑顔でみんなちっちゃいみんな釣れてるのかな、私の笑顔で。明日も笑顔、明日だっけ、明日だよね、明日も笑顔で頑張ろう。そしてみんなつるつられてるよ、え、よかった、つれてるんだ、つれてるこんなにすごい素敵な笑顔の子は見たことない。え、本当に嬉しい。素敵とか言ってもらうの、もう嬉しいよ。あーちゃんの笑顔は癒されます、本当。よかった実は真面目な顔も可愛い。え、真面目な顔も可愛いの、ありがとう、嬉しい。遊びに来たよ、ありがとう。っていうかさ、思ったんだけどさ、私の手ってさ、でかくない？めっちゃでかい気がするんだけど、ちょっと嫌なんだよね、手がでかいの。すごい前から思ってたことなんだけど嫌だこれもうすごいでかいもん。え、綺麗？そう。顔が小さいんじゃない？
あ、確かに、うん、確かにじゃない、違います、顔はでかいです、本当にでかい。いや、本当に12月の時の初めてのお披露目の時に自分の顔見たら、お披露目の時の DMM を見たら本当に顔がでかくてびっくりしたんですよ。それでその髪型を諦めました。顔がでっかって思って、もう落ち込んだよ本当に。その時はもうその時からマッサージしました、こうやってうんって。だからそのサイドクルリンパをやめたのもあるし、なんかその私がその髪型を変えた理由なんですけど、言ってなかったよねこれ。あのね、なんでだっけ、そう、そのですね、自然渋滞をやるって言われた時にそのサイドクルリンパ似合わないなって思って、はい、自然渋滞に似合わなって思ってまず髪型変えようって思ったのと、あと荒井里乃さんなんですけどあの別の時にサイドポニーしてたのがすっごい可愛いなって思って、ずっと可愛いなって思ってたんですよ。だから私もやってみたいなって思ってサイドポニーにしたっていう理由もあります。本当に可愛い、あのニーノさんマジ可愛かった。うん、卒業したのが悲しすぎる。サイドクリンパス結構好きだった。そうなの、いつかやるよ多分今19分、じゃあもう終わりじゃん。サイドポニー似合う、ありがとう。あ、もう終わりにしたわけじゃん、じゃあ終わりにするね。ちょっとあっという間、最近あっという間なんだけど、すごくごめんね、またね、見てくれてありがとう、ありがとう、バイバイ。